松本ひとし闇営業でノーギャラはありえない本日放送されたフジテレビのワイドナショーの中で松本人志さんが芸人による犯罪集団との闇営業について正直言うとノーギャラはないと思いますね何らかのお金は多分出ていると思うそれがどういうふうに分配されたのかわからない 宮迫で言うとそのお金は同行ううじゃなくて入江に頼まれてえい、ー、よって顔出したんだろうなって推測できます。でも一切お金が出ずにあれだけのパーティーというかサービスをするっていうのはないと思う。正直に言いますとこのように発言されていたんですけどもこの芸人による闇営業の問題吉本興業をクビになった 慎也さんだけではなくてその他の芸人も関与していたということが確認されております。こういった問題このまま放置してしまいますと今後も芸人と犯罪集団との関係が続いてしまうものと思われますので吉本興業にはまずは社内調査を行いこのような事件が起きていないか確認をし また警察も、こういった犯罪集団との関係について、しっかりと捜査を行い、必要があれば、逮捕などを行っていただくように、お願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました